バラクーダはアメリカ海軍の潜水艦。バラクーダ級潜水艦の一番艦。艦名はカマスにちなんで命名された。その名を持つ艦としては2世紀目。当初の艦名は K1 であった。K1 は1949年7月1日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1951年3月2日にウィリスマニング・トマス夫人によって、 命名、浸水し、1951年11月10日に、艦長、F.A. アンドリュース少佐の指揮下収益する。バラクーダ級の3隻は、プロジェクト KO に基づき巨大な、BQR-4 バウソのアレイが装備された。本級はその低速と特殊装備のため、対戦作戦においては、活動が制限されたが、 本級によって進歩した音響探知技術は後の原子力潜水艦に非常に役立つこととなった。K1 はコネチカット州ニューロンドンを母校とし第二潜水艦開発部隊に所属する。アメリカ合衆国、カナダの大西洋岸、カリブ海で活動し、1955年6月にはスコットランドのグリーノック、ロサイスへ巡航した。 1956年12月16日に K1 はバラクーダと解明される。これらの巡航の間にバラクーダは東海岸沿いに訓練と実験を行った。バラクーダは1959年7月3日に SST-3 に艦首変更され8月15日に退役した。バラクーダは1974年4月8日から7月8日の間に サウスカロライナ州チャールストン近くのブラスウェル造船所で廃棄された。ありがとうございます。